一体沖縄で何が起きているんでしょうか今夜は沖縄で政治活動をずっと続けている、まあ、言論桜組のがなはま子さんにおいでいただきましたこんばんは,んばんはそしてもうお一方怒涛のような外交内政をこなしている安倍政権安倍首相にぴょんちオリンピック同行いたしました産経新聞官邸キャップの滝田真希子さんですこんばんは,こんばんは 今日はこの3人で「言論テレビ」をお伝えしていきたいと思うんですけれどもまず雅子さんねあの、はい、沖縄からおいでくださって本当にありがとうございましたここにちょっと、えー、地図を出しました、えー、名護市ですこれがまあ沖縄本島ですけれども那覇から北の方に行ったこの名護市ピンクの名護市でにそのギノワン今宜野湾市にある普天間飛行場をこっちへ移そうということで、まあ、これが本当の意味での争点だった選挙が 名護市長選挙そこでここのこちらが当選した戸口武彦さんとこの方、まあ、自民党がですねもう全面的に応援して安倍さんが非常にまあ心入れを強くしていた方。 こっちが敗れたたた稲見さんだった現職だっっ現職方ですねこれが尾長武,武志沖縄県知事ですが、まあ、安倍さんと尾長さん自民党と尾長さんの代理戦争とも言われたのがこの名護市長選挙だった。で私たちねあの滝田さんもそうだと思うんですけども事前はものすごい接戦だという感じだったんですが、うん、これ現地ではどうだったんですかあはい、えー、もうあのこの戸口候補が、うん まああの出馬表明をしたときはもうあの調査によりますとトリプルで負けるというふうにうそこまで言われていて非常に厳しい選挙というふうに言われていたのでこの結果は本当にみんなあの驚いた結果でもありました、ええええ、どうしてそれがですね、はい、あの滝田さん多分4000近くの3500票くらいの差で。 あの、とうしさんが勝ったわけですよね。うん、で、全体で、あの、四万五千票ぐらいの有権者でしたよね。だから、それはかなり大きな差だったわけですが、これ、どういうふうに読みますか?うん。あ、うん、はい、えー、あ、あの、私は、あの、ま地元に住んでおりまして、うん、ま有権者の一人でもあるんですが。あなた、名護市、はい。はい、名護市に住んでおりまして。おなるほどはい、うん、はい。で、今回の市長選挙は。 やはりあの勝った要因というのはいくつかあると思うんですけれどもまず一つに、うん、あまりにも非常識な選挙戦を、うん、オール沖縄側の稲峰現職側がまあ行ったために、うん、市民がその選挙活動に引いたというのもありましてやはり市民の選挙と言いながらもどうしてこんなに県外からよそ者がやってきて名護市長選挙をやるのかと。 そううよそ者っていうのも歴然としてわかる人たち。はい、喋り方からもそうですし、うん、もうあの着ている身なりとかも、うん、要するに辺野古反対と言って、うん、県外などから日頃やってきている活動家が、うん、日頃我々が市で見かけないような、うん、得体の知れない人たちが道から歩いて。あ、そう。はい。あのね、あの武田さん私ね、あのこの名護市の選挙で。え 革新陣営というか共産党とか、うん、あのそういった左の人たちが1,000人くらい住民票を名護にあらかじめ移してその投票したっていうことを、うん、まあこれは本当かどうかわからないんですが聞いたんです、うん、ところが蓋を開けてみたらね4,000票弱3,500票くらいの差でこっちの,その安倍陣営の方の渡口陣営の方が勝っていた。 これよそがに大きな差だったわけですがもし本当に1,000人もねよそ者が住民票を移していたとしたらこれどういうふうに説明したらいいんですかそうですねあの、うん、やはり、えー、この現職の稲峰市政があまりにも何もしてこなかった、うん、ということで町が、えーまあ、稲峰不況とも言われるぐらいのもう本当に 市民生活レベルで新しい市長にしなければ、うん、も,うもう市民の生活がっていうやはり緊迫した、うん、あの危機感というのを市民が持っていたので、うん、そういう意味では今回はあの基地に関しては稲峰さんを押すけれども、うん、でもこの人の姿勢ではおかしいということで戸口さんに流れた というう表もあったようですやっぱりあれですよねその米軍の移設を、ね、拒否するとかいうことによって、はい、政府から、うん、あの出るその米軍の施設を受け入れるところに交付金が出るじゃないですか。うん、で名護市は確か稲峰さんが、はい、えと8年前に就任,就任して以降はそれをあの断っているんですよね稲らら名護市の方から、うん、稲峰市長からいらないというふうに言って しまったと、うん、で一方でまあ私まあ、東京の人間なんで詳しくは知らないですけど沖縄のその県内の状況を見るとやっぱりいろいろとインフラの、はい、あの施設が他の市町村ではできてる、うんえっと、ホテルにしてもいろんな施設ができてる中で、うん、やっぱり名護だけまあ,あのね実際にあの市民のあ雅子さんに教えてほしいんですけど <laughs>、うん、要するになんか他のところと比べて名護市のその 何ですか、ね、その活況ぶりというか、うん、そういうのがやっぱほのところに比べて、うん、やっぱりこう少し遅れてたっていうかそういうのはあったんじゃないですか はいそうですねあの稲に市長は、はいまあ、基地に反対するということで交付金をいらないとアメ、うん、とムチはノーと言ってるんですが、うん、実はこれには裏がありまして、ねはい、本人は反対で勝ってるんですが、うん、反対してももらえると思っていたそうで、うん、実は再編交付金の申請をやったんですよ。そうですがこの再編交付金を、まあ、あの出す条件としては。 やはり基地の再編に協力するのがやはり大前提なので、うん、それに合致しないということで、うん、防衛局から断ら断れてるんです断られてもらえないのを、まあ、そういうふうに言うと格好悪いのでもらえないのを拒否したにすり替えて、うん、宣伝戦をやってましてそういう意味では、うん、本当にこの、まあ、辺野古区の受け入れる表明を、うん、まあ容認をしている区民の人たちも。うん やはりそこら辺に息取りを覚えていいたというのもありのね雅紀さん現地であの今回のこの市長選挙そのものについて、はい、いろんな思いがあったと思うんですが、えー、そのよそ者が見たことのない人たちが歩いてたりとかね,ね、はいね不況があったからその基地問題以前にこの生活レベルで、えー、みんなが不満を持っていたそのほかになんかありますか例えば事前投票なんかねすごく多かったその当日に選挙した人よりも事前投票の方が 多かったとということはやっぱり組織がかなり動いたいたととうことですよね、うんはい、おっしゃるとおり第一にまあやはり公明党が今回ついたということで<っ>応援もかなりすごくてですねっもうびっくりするぐらいこんなに応援が入ったのは見たことないというぐらい戦隊も公明党が作ったりして応援してたんですが、うん、もっとその力になったと言われているのが名護市を取り巻く北部の他の11市町村<っ>まあ町村ですね、はい、が 名護という中部の中心の市が栄えてくれないと、周りの。ここですね。この辺のこの市町村ですね。周りのこの自分たちのところも経済に悪影響が出ているということで。実はその別のこの隣の市町村の首長が集まって、船体事務所を別個で作ったんですよ。あ、そう。で、そこでもう関連企業であるとか、もう本当に周りから全部。 もう名古屋だけじゃなくても北部全体で選挙をやったっていう感じでして、やはりそういう意味であの事前投票が多かったと、うん。その直前にね、あの南城市、はい、南条氏ってどのあたりにあるのかな。えー、南城市はええー、こちらでしょうかこ。こっちの方にある。はい 南の方にある南城市という、まあ、これ比較的人口も少なくて名古屋の半分以下の感じですよね、はいえー、そこのジャさんという現役の市長さんが敗れちゃったでしょう、えー、しかもあれ武田さん65票差でしたかね、うん、で私ジャさんにお会いしたことあるんですけども沖縄でねあのなかなかこう落ち着いた立派な人であの実はあの次の沖縄の知事候補は誰かって革新、うん、の,の市長さんあのごめんなさい若い市長さんたち 聞いたら、うん、ほとんどの方が小蛇市長がいいって言われたんですね、うんうん、でもその人が65票差で敗れちゃったこれってすごくショックでした もう我々、予想外といいますか、えええー、以前は、その前はです、ね、無投票でも勝っていた方だったので,そうです、ね、個人的にも何度かお会いさせていただいたことがありますが、ええ、非常に人から慕われるリーダー的存在の方だったので、ええ、やはり油断してしまったというのがやっぱりあるんですがその後に来たのがこの名護市長選挙、はい、さあ、次にです、ね、今度は石垣市長選挙が、はい、えっと来月ですかありますよ。 これ名古が終わりました石垣が3月11日さら、はい、にその先に沖縄県知事選挙があるんですけども石垣の方の見通しっていうのはどうなんですかはい今実はあの、まあ、全国的にも懸念されているんですが三つどもになっているということでこのお顔を出しましたこれどうも <laughs> あんまりいいお顔じゃなくて <laughs> 本当に <laughs> 男らしい顔でしょ <laughs> 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 ちょっとねこの写真が <laughs> あの。 あの写真ですす <laughs> あまりよくない写真でもこの現役の市長さんがこの中山義孝さんですよね、うん、そしてあのこの砂川敏勝さんという人があの自民党の,あの石,石垣市のお県会議員、はい、石垣の県会議員ですね、はい、そしてこの三原さんということがまあギャザオール沖縄の方ですね前市議ですか、はい、この3人が立っているこれが三つどもえはいどうぞ。はい、うん でまあ、あのこの、まあ、どうして割れてしまったのかというのはいろいろあるんですけれども、うんうん、やはり、えーまあ、利権絡みの言葉がちょっと話を詳しくしてしまうと長くなってしまうのでっうポイントでお話しさせていただきますと、はい、実は、えー、この選挙がちょっと話が上る前に、えー、地元の市議 3名が中山市長を、うんまあ、利権の自分たちの言うことを聞かないということで脅しをして、うん、その人たちが逮捕されるという事件があった今、公判中なんですが、えーえー、その方々がどうやらこちらについているあな,なるほどはいはい。はい なるほど。<で>はい、またあの中山市長の、えー、個人的なマンションを買ったことが、うん、またこの方が利権に汚いというようなデマを流したりして、それはデマなんですか。デマですね。うん、個人的に昔野村証券にいらっしゃって、うん、そこでまああの自分の。 まあ資産と言いましょうか、うん、で投資のために買ったはワンルームのマンションがまた愛人を住まわせるためにやったとかいうふうにデマを流されていてもうはたから見てますと、うん、本当に落とすためというような、うん、公の離島で国防が非常に重要な選挙であるのに、うんうん、そこではなくてもデマを流して落とそうという動きが目立っていて、うんうん、でそこが私もちょっと心配をするところなんですが、うん、ただあのこれは。